前回絆に狙い台絞ってて、まあ、抽選で取れなかったっていうことがあったんで、まあ、ここ絆だけじゃなく他の機種も十分強いということは分かってるんで、絆以外、まあ、各機種ぐらいに1台2台ずつぐらい狙い台つけて、抽選がたとえ悪くても自分の狙い台打てるようにしとこうと思います。オーストラリーマン番長と番長2でワンボックスドーンっていう感じだったんですけれども、今回の新台入れ替えで台数鉄拳も番長も変わってないのに場所が狂って入れ替わってて、まあ、これは単純にこのメイン通路、まあ、オーストラリーマン番長がある人通りの多い通路に鉄拳を持ってきたかったっていうことかもしれないんで、まあ、鉄拳の中でも、狙い台つけて明日狙えたらなと思います。多分明日も接点狙いすることになると思うんですけど、黒バラ無双で結構話とか聞いてる感じ、前日前々日とかで、へこんでる台が一番上げてこられる可能性が高いっていうことなんで、このデータ見て、前日前々日のデータ見て、今日と前日ですねデータ見てへこんでる台をチェックしておいて狙い台として絞っておきたいと思います。この台とか3日へこんでますね、転生なんですけど、これとか明日狙い目ないじゃないですかね。単純に何日も回数ついてない台よって思ったんですけれども、まんべんなくやっぱり稼働率が高いっていうこともあって回数ついてるので、番長に関しては結構難しいですね。今日めっちゃ閉店チェックしてると思わないですか？見たことない人ばっかりちゃいます。この店が変わってから都会から、この辺の街です。絆に毎回設定入ってそうな感じなんで、まあ、他の常連さんの動き見ながらっていうのも込みで明日この辺ざっくりとした感じで狙い絞っていきます。これどういうあれか分かんないですけど、変更かけてない可能性もなくはないですよね。分かんないですけど、今まであんまり連日何十回とついてる回数ついてる台を見てなかったですけど、この台3日間かなり数字ついててるんで、変更挙動がなかったら逆に打ってもいいかもしれない台ですね。もう閉店2分前にもかかわらずジャグラーの島が今稼働まだ7割8割ぐらいあるんですよね。でこれぐらい稼働あるっていうことはもう回数もほとんど高設定の挙動してますし、普段から設定入れてないと稼働もこれぐらい過ぎてこないと思うんで、また明日も前回同様ジャグラーの島もよそよそ確認して、打てる台探していきたいと思います。前回までで、うん、やっぱり高設定入ってるっていうことは確信できたし、うん、まあ、前回打った装填高設定っぽいから最高設定っぽいから、まあ、高設定狙いで明日も行っていいんじゃないかなと思うし、うん、そこはどう？大丈夫？うん、大丈夫。狙い台も何台かつけてきたし、うん、まあでもまず機種をどうするかっていうことだけど、うん、やっぱ絆は朝一から常連がパッと動くと思うし、まあ、常連だけじゃなく絆は埋まりやすいし、埋まりやすいから先に行くのか埋まりやすいから避けるのかっていうことも含めて、まあ、でも毎回安定して入ってるような感じやねやったら、うん、それに朝から埋まるんやったら行ってもいいんちゃうかなと思うけどな。ただでもやっぱ抽選勝負みたいなとこなるやんか。あー、まあ確かに。だからそれをあえて悪い番号やのに無理に絆狙い台じゃないとこ行くぐらいならとは思うねんか、うん、でまあ俺的には装填で下見の時に見てた、まあ、連日高設定ポイントじゃない回数ついてたんじゃないっていう台があったから、まあ、その辺の広角チェック朝一、まあ、リセット状況とかも確認しながら行くんがいいかなと思いつつ、うん、なるほどな。じゃあ抽選次第で、うん、絆の狙い台なかったら装填行く感じでどう？それでもいいし、まあ、その狙い台の信頼度というか、まあ、確かにそうやな。その朝一使ったからちょっと横の台も見てみようっていうことができひんっていうのが絆の痛いところやし、うん、で周りも結構ガツガツ
打ちで集まってたら、まあ、やめづらいじゃないけど、うん、結構流されて引っ張られてみたいな、まあベースが高ければやっぱ引っ張られやすいし、うん、っていう状況も生まれるぐらいならはっきりしてる。あ、前回は装填やったから装填、うん、うまいこといけたからよかったけど、うん、まあ、鉄拳のあの配置とかも気になるし、前まだ小番長やったのに今も鉄拳やったから、あ、変わってるんや、うん、鉄拳とかも気になる部分はあんねんか、うんうんうん、でもやっぱり絆がいいかな。うん、絆行きたいかな。狙い台空いてたらな。空いてなかったら、空いてなかったら装填行くわ。じゃあ2人で装填行くでもいいし、うん、でも他にも転生とあとサラバンも一応狙い台つけてるから、うん、それもありかな。狙い台ってどうつけてんの？まあさっき言ってたみたいにへこんでるやつ、さっき話してたみたいにへこみ台にってこと。へこみ台もうなんか番長とかに関してもそうやけど、うん、まあ装填とかも今日そうやったけど、まあ絆も含め、うん、なんかやっぱ今日すごい稼働率高くて、うんうん、そやな、回数ついてたし、俺的には前回下見来た時に絆狙い台つけれたけど、うん、そういう感じでピタッとくる狙い台はなかったんか。あ、今回だから難しいというか狙いづらいというか買った部分はあってんけど、まあ、とりあえず絆第一狙い台あるけど、うん、まあ、抽選次第で無理な可能性あるから、うん、まあ、さっき次郎くん言ってたみたいに装填連日高設定で、うん、まあ、チェックするって言ってたやんか。だから装填の島に関しては任せていいかな。そやな、その台だけじゃなく、まあ、周りの台のリセット状況とかも確認して降格とかも見たいから、うん、俺はじゃあ朝一、うん、装填行くわ。んじゃあ、うん、俺サラリーマン番長とかも、うん、狙い台つけてるから、うん、朝そう絆無理やったらそっち行ってもいいかな、うん、そやな、そういう感じで、じゃあ抽選番号良かった方がよしき君先入って、うん、でそういう流れで動こうか。はい、了解です。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。まだ学訓チェックしてる装填の人いないですね。あ、取れる、この辺でいいんじゃない。朝一の挙動としてはなんか弱い感じがしますね。合格いってる台が少なすぎる気がします。対策をしているのか変更格できないのかは分からない。リセットの時見たことないとないんですけど、バットマンに関して、バットマン前回のブラックゲートチャレンジが73ゲーム、こっちが41ゲームになってるんで多分据え置きだと思います。寝台行く人がやっぱ多いっすね。2000、おはようございます。おはようございます。とりあえず朝一は蒼天の剣の天国行く台見ていきたいと思います。なってきます。もうないらん、これでいいんちゃう、うん、これなんか連日この台だけめっちゃ回数ついてて、あーなるほどな。で、まあ、84、はい、言ってたないらんで73、117ってついてるから、まあ、結構回数ついてるし、うん、まあ、リセットじゃなかったら行ってもいいんじゃないかなって狙いつけてた台やから。でも出目変わってるから、出目変わってるからなんとも言えんくらい。あ、出目変わってた。14ゲームでやめたいと思います。9ゲームでやめたいと思います。
あの連日さ、高設定っぽかった装填、うん、据え置きの可能性まだあるやん。うん、まあ、デビ変更されてたから分からんけど、うん、帝国っぽくなかったし、うん、だからあれちょっと様子見るか、マンゾ行くかやったらどっちがいいと思う。俺はデメ変わってるんやったら変更やとしか思えへんから、据え置きの台をわざわざデメだけ変える必要ってないと思うし。ああ、って思うな。じゃあもう番長行くな。まあ想定他になかったりしたら別に番長行くのいいけど、の台なかったから番長行くわ。うん、分かった。まあ想定天国の台とかもなかったんで、このサラリーマン番長行っていきたいと思います。この台前日 AT 中に閉店の時間迎えて、まあ、変更は変更やと思うので、前日の履歴見たら、まあ、結構引き戻すとかも多くあまりハマってもないんで、まあ、設定良さそうなんで、それなおかつ変更ということは、まあ、ちょっと追う価値としてはなくなってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、ちょっと回してしまったんですけどやめたいと思います。停車しました。蒼天の島朝一入った時に見た時に、ほぼ全台デメが変更されていて、でこの台もちょっと回されてるんですけど、まあ、デメ変わってるんで、まあ、3ゲーム回したぐらいじゃ分からないと思うんで、この台狙い台でもあるんで、設定狙いで打っていきたいと思います。85ゲーム見上げる、ね、ゲーム連続天然できました。88ゲーム連続撤退することで決まりできました。90ゲームですね。スガー200枚浅い一発目なんで連続して、バジリスクタイムはなしで棒がスタート。周りの台を見ててもそうですけど、バジリスクチャンス一発で DT 行ってる台って少ないです。なんとなく、まあ、絆なんで判断しにくい部分はあるんですけれども、リセットの台が少ない気がするので、まあ、前日回数ついてる台もあるんで、そういった台を据え置いてきてる可能性もありますね。ちょっと狙い方を変えないといけないかもしれないです。これじゃ、これじゃ、これじゃ、絆を狙うということ自体が間違ってるんかもしれないんで、ちょっと他の機種もじっくり見ていきたいですね。モンキーターン90ゲームぐらいから見てて、未だに112ゲーム、未だに輸出元なしなんで、据え置きっぽいんじゃないかなと思います。自分の隣の台が据え置き BC 艦天井発動したんで、まあ、30ゲーム間ぐらいずっと見てたんですけど、ジャイアンツ引いてないっていうのは見てたんで、まあ、自分のバジリスク絆やめて他の台行きたいと思います。バジリスク絆打ててんけど、まあ、隣の台が、まあ、BC 間のゲーム数天井発動したから据え置きで酔い越しで、だから、まあ、俺の台も朝一 BC 引いたけど BT 行かずで、リセットっぽい挙動もなかったから、まあ、全体的にホール見てると据え置きの挙動が目立って、でやっぱ前日回数ついてる台もあるやんか、だから上げ狙いで行ってたけど、ちょっと今回前日回数ついてる台狙って行った方がいいんじゃないかなと思うから、よしき君がこれ全然根拠あるって言うんやったら、これ行ってもらって、だ1人上げ狙いで1人据え置き狙いでって行ってもいいと思うし、確かにこれは一応リセット挙動やから、まあ、ちょっと追いかけようかなと思ってるけど、確かに据え置き目立ってるよな。据え置き多い気がする。番長にしかりバラエティーコーナーとかもあったから据え置き確定ならない。だからまあ最初あれデメ変わってた時点やんか、そうね、変わってる。でも
まだ対策はしてるけれども据え置きっていうパターンもありえるんじゃないかなって思うから。じゃあ次郎君据え置き狙いでいく。あの前日100体超えてるそんでの件あるから。了解、これ打っていくわ。はい、34ゲームからです。前日下見時に、狙いをつけてた台なんですけれども、まあそいつ YOSHIKI 君に確認してもらったところ出目が変わってたので変更かなというふうに予想してたんですけれども、店内の状況を見る限り据え置き多めなので、出目が変わってたからといって、まあ、変更挙動があったわけではないので、とりあえず据え置きの高設定狙いで打っていきたいと思います。133ゲームです。小スイカですね。およそどうじゃあリリール光ったのにリプレイでしたね。当たって154ゲーム強水化から宿命の時です。モードというか状態分かんなかったですけど、きっと全国、まあ、広角ではなかった気がするんで、通常定格からの強水化での当選ですね。145枚で終了です。ここで竜メーター発動ですね。489ゲームです。96ゲームで低めへのミスですね。さすが嫌だったんじゃないですかね、この前兆パターンは。502ゲームで低めの時確定ですね。相当値がちょうど1000枚です。なんとか耐えてくれたんで3セット目オーラ昇格チャンスですね。
だ無言なんで継続は確定ですけど、これ多分ゲートランプ行くんじゃないですかね。来ましたね、百裂拳当たったんで勝利確定です。低めの時3セット目にして激闘ランプですね。ドッキーゲームス40ゲームでスタートですね。40ゲーム駆け抜けて209で頭いいですね。ここはぜひとも継続させないと、10セット目のオーラ昇格チャンスは熱いんで、何としても継続してほしいところですね。はい、継続してこれでオーラ昇格チャンス受けれますね。文字の色は青文字。赤まで行ってくれたんで、とりあえず継続ですね。パンチじゃないだけマシですね。なかなか 50% が引いてくれないですね。あ、結構珍しいあれですね、有効部発展しました。あ、正気出たんで来ましたね。青だから激闘ランプ突入です。ロッキーゲームス30ゲームですね。よ、30ゲーム駆け抜けてしまいましたね。で、オーラ昇格チャンス。13セットで総獲得枚数883枚でした。まあ、最初リセットやと思ったんですけど、まあ、前日のゲーム数と合わせて600のゾーンで真ん中のリューメーター発動して当たったんで、まあ、据え置きの方かなと思うんでここでやめたいと思います。307ゲーム本日初の中断ジェリーです。そろそろ終わりにする。335ゲーム宿命の時刻ですね。総投資が、850枚です。中断ジェリーからの挑戦ですね。2セット108枚で終了です。4ゲームレア役ですね。超スイカです。
これはきっとゲーム数的にまだ強スイカの、はい、33ゲーム強スイカからですね、きっともしかしたら天国来た可能性も考えられますね。 AT 終了後天国だったという可能性も、そうなると結構高設定に期待できるんで、復活しましたね。いやありがたい。赤文字虹とか行ったりしないですかね。こっからですからね、こっから大事ですからね。残念、赤オーラです。残念じゃないですね。 50% で激闘ランプですね。サイドの一番低い状態へ。ですよね。ジャックスイカ一発で黄色まで行ってくれましたね。一発ジャックスイカで緑。来ましたね、次回予告。ちょっと見ましょうか。はい、もうないか、ビジットです。本日初の激闘ランプです。緑オーラから行ってくれましたね。30ゲームスタートです。30ゲームで終了です。パスセット580枚で終了です。 AT 終了後1回転目にジャック追加です。3ゲーム転換で中断チェリー。おやつの33ゲーム中断チェリーからですね、復活で大当たりです。めっちゃ早かったですね。3セット693枚、枚数引き継ぎですね。
前兆中以外に引いたスイカ全部で6回で炎上もなしとなるとなかなか厳しいかなと思ってきましたね。弱スイカはかなり弱いですけど強スイカ2回当たったりと、まあ、気になる点はあるんでちょっとだけ突っ張って判別してみたいなと思うのでもうちょっとだけ頑張ります。サラリーマン番長の当日375ゲームが落ちてあったので400の通常へのゾーンを狙って打っていきたいと思います。滑るですね。410ゲームです。驚き入ります。これは2王も行ったんじゃないですかね。422ゲームで2王もですね、滑るからです。まずは扉を出すことから始まりますからね。一回も扉は出せませんでしたね。一回も扉出せずにラストジャッジです。残念でした。でもあれらしいよ。2王も終わってから全長がラインで、まあ、400のゾーンでもボーナスなかったと思うんでここでやめたいと思います。よしかして366昇格した中段ジェリーから1曲目の時です。弱い方っすね。あ、行きましたね。中押しチャンスで成功、赤オーラです。炸裂拳ヒットしてくれましたね。1セット目で激闘ラムです。勝利ゲーム数は30です。35ゲーム消化で終了です。セット232枚で終了です。500確率500構成はめちゃくちゃいいですし、強スイカから当たったりとかもしてるんですけれども、いかんせんまだモード以降、まあ、回数なかなか見れてないですけど、強弱スイカからの延長が弱いですね。バジリスク絆の当日の、4回スルーなんですけど、まあ、ジロー君が言ってたには、まあ、前代リセット挙動とは限らないですけど、まあ、据え置きが多いイメージで、この隣の台も朝一据え置きが確定した状態なんで、まあ、この台据え置きやったら、6回スルーしてるんで、この台天井狙いで打っていきたいと思います。
296ゲームで負け物ですね。広角ツーランでこれは当たっていただきたいですね。当たりましたね、多分当たりました。まだまだ301ゲームでエースに判定です。305ゲームで強豪中の巻物から BC 確定ですね。 LED の色が黄色です。残りメル5回ですかね。残りメル5回で告知です。打ち始めてから1回目の BC で AT につながりましたね。持ちコインでの当選です。3回目で判定ですね。単発でしたね。151枚の獲得でした。T 終了後1ゲームで巻物ですね。でこれは結構期待できる前兆じゃないですかね。当たりませんでしたね。AT 終了後6ゲームですかね。これやめたいと思います。165ゲームもう一度強スイカですね。赤文字ですね。これ当たるんじゃないですかね。194ゲーム強水化から宿命の時です。4回引いて3回宿命に繋がってますね。109枚で終了です。あ、オーラ大ですね。ジャックチェリーで上がったというよりかは AT 終了後戦国スタートだった可能性がありますね。105ゲームですね。低めの時です。初当たり確率で言ったら多分200分の1かそれ切るぐらいのいい感じで引けてはいるんですよね。よし、チャンス成功で赤オーラ。期待のできる八坂ですね。いいセリフですね。
激闘ラムですね。1セット目から。30ゲームスタートです。中期から発目の時です。江坂なんでチャンスですね。しかも赤文字。あ、そう来るんじゃないですか。30ゲームマウスですね。超大炎情報かみついて、まあ、ありがとうございます。プラス20ゲームですね。合計50ゲームワンスできましたね。4セット469枚で終了です。さらに高設定の期待が持てる挙動はしてくれてるんですけれども、不安要素まだあるんでね、決めつけずにしっかり判別していきたいですね。ゲージ確定しました。これで BC 確定ですね。本日初の炎上ですね。16回目にしてやっと。54ゲームですね。うわ、勝ちましたね。あっち。なんだかんだじわじわとゲーム数乗せれてますね。僕はもうジャンバリドット TV グローバル軍団としての、お仕事今日で最後となるんですが